10の重心が取れるのがあるんですか。早掛けはやや中腰になって敵下から逃れるための機械。了解です。ちょっと二分体重を削って二分体重を込める。組組左へ組組左へ俺これ好きなんだけど。俺は好き。申し訳ない。人による。俺は好き。あんたあれだよ。もうホーメルのフォーカルメニューで美味しいからもうダメだ。じゃないとあの喧嘩になる。豆しかないでしょうね。あ、美味しい。うちにこんな立派な飯が食べるから。マジでうまい。マジでうまいですよ。ここから前進したら、第一速度を、まあ、前進したらここで加速面が若干加速して、自分隊についてはこの、いわゆる高台方向を偵察。偵察する項目としては、敵のその障害の有無、作業量が少なくてそこを突破できるような要点が、地点がないかどうかというところをよく確認して、合わせて敵のこのそれぞれスリーバチ高台の配置、これを確認する。攻撃のための命令方として、そこから攻撃準備のための障害処理、これをやります。これをやって午前中終わるという流れで、はい、可視化以上。申し訳ないんですけども、20時から、はい、イベント先生の MMA、 あ、了解、はい、水筒飲めないとか水筒持てないっていう人にはもうペットボトルをどっかに忍ばす形で、例えば水分はもう持たせてください。命令方とかそういうね、ちょっと声欲しいときとか、頑張ってやられたらね。
球だ。マルキューだ。マルキューだ。スペックは、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 スペここは SNP です。実際弾幕は起こしたいです。そうです。
左。中隊は大隊の右大臣となり、自己小隊を255高地1隊に陣地防御し、敵の攻撃を阻止する。一小隊。中隊の左大戦となり、255高地左1隊を防御。各小隊、255高地前沿に展開、小銃小隊を支援。患者集合点、中隊本部、指揮所の位置。以上、質問。よし。では各小隊については、自分の行動に変わる。以上。はい、はっ。交代の時期は敵が展開した戦闘展開したら交代大将の方に頑張ります。あー、1分間準備よし。準備よし。はい。第2分隊はそのままこの道沿いに前進。ここに赤い1分隊はそのまま決められた経路の方を地区に前進する。1分隊は3分隊の超越を支援して、それが確認で申し送りができたら2分隊の後を続行する。小隊本部は1分隊の後を続行する。以上、お願いします。じゃあ、はい、データ6、データ2、DC のデータ2を前哨陣地へ前進を開始。オーバー。出すよ。今日、この場合。今回、結構、敵情が出たので、何分だろう。デーカー2オーバー。リーディスデーカー2オーバー。敵については現在、はい、お前は
行進時全面30つい戦闘展開してる、オーバー。リースベーカーラジャー、全勝については引き続き監視、敵の攻撃全身等があれば速やかに脱、オーバー。警察が終了したら総隊本部の位置へ速やかに前進、報告を受けると同時に即命令を固め、以上。かかれ。放棄要戦場いくぞ。すり鉢方向に約1個小隊の敵が見積もられている現在地、はい、分隊長についてはあの命令形としてここにあの命令出るように可評的に積めればいい。はい、ベーカー3、ベーカー2、オーバー。 ABLR2 はようなベーカー6、ベーカー6、ラジアル3、座標 E1、敵目視確認ベーカー6、ダイヤー3からのベーカー2個入って、小隊長は現在、中隊長の位置に前進中。極力、自分たちが入る防御の穴には入らずに、違うところで、歩行と立ち去る。近づくものは、追い払い。了解。中隊長より、敵に絶好に対しての免許まで。敵はしかしながら現在、白衛法については射程外だ。射程に入る次第、散発する。いや、主力はあります。我鉄鋼が機体をした前方フィールドで 100m のコンタクトに部隊展開している。5番ベーカー6、ナイアーチ。今ね、原因が分かったから、もう一回受け取る、同情閉会。うまい。妨害は正面からこの方向があれば確認できなかった、うん、この非常演台に関しては、うん、無人手応よりも三兵敵は三兵。攻撃の構想と事後の行動について語っておきますので、まず敵場については今の総合をすると、高台と釣り鉢山からのこの台上、この台線にあの屋根型鉄条網が張られているもの。戦力については1個分隊1個分隊の2個分隊程度。ちょっと我が行動方針としては2個分隊並列、1個分隊は予備として攻撃、事後の行動としては障害処理、当初は1分隊がこの時間です。その戦に対して2分隊と3分隊は射撃支援をして1分隊の前進を30から障害処理の火力を要求する。じゃあ質問なければ事故の行動、小隊長の位置は現在地、了解。30に対して予定経路上の障害を破壊し、何はこちらはバイブル第1機関地、第1機関地
大丈夫です。部の召し上げになりました。命令を下達をする、敵情については約1個分隊と見積もられる敵が高台、もう1個分隊がこの釣り鉢山から、正体は中隊の第1線となり、2個分隊兵です。1個分隊予備で当初高台事後釣り鉢山を攻撃いたします。各部隊の任務、1分隊当初予備、2分隊および3分隊の、前進に発進。2分隊は高台の、右半分線領を起とし、道
道路沿いに前進して高台左半分を攻撃いたします。3分隊は、右側高台右側を軍隊と同様の経路で、高台前進右半分を攻撃いたします。弾薬については現在蛍光砲、糧食についても同じ、通信については伝令通信、小隊長の位置現在指揮局です。では続いて戦闘指導に、当初は1分隊が30分隊を配属するので30分隊を守って前進支援沿いに前進をして、当初この付近3分隊の突入をし北側の方向に この間この付近の戦闘については高台を攻撃ダッシュして全体砲1門の支援をして、当初は、この高台に対して攻撃支援策これを実施する。1号出発、射撃についても1号から Okay.
たします。大変お疲れ様でした。前編のバトンありですか。あ、喧嘩にならん程度だったの。何のリアクションもないから、なんていうつまらない。誰かやられた人を3人。Yeah!